ザックレー総統の私物である特注の椅子、これに爆弾が仕掛けられていたと見ている。総統を含む4名の兵士が犠牲となった。その目的も不明。調査兵団といえば、エレンの情報を外に漏らして懲罰を受けた者どもがいると聞いたが、まさか。緊急事態です！エレン・イェーガーが地下牢から脱走しました！味方は兵団内に潜んでいる。ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない、エレン・イェーガー。ジークの居場所を特定する。